DJ 太郎がお届けです。Hello World! ここからは Working Hero のお時間です。今週は火曜、水曜、木曜と3日間にわたって一つの企業を掘り下げます。ピックアップするのは Yahoo 株式会社。Yahoo 株式会社の執行役員、チーフモバイルオフィサーの村上と申します。Yahoo Japan は1996年に創業しまして、非常に今では日本中の方に使われているインターネットサービスの、まあ、代表格と言ってもいいかと思います。Yahoo はですね、96年からインターネットサービスをやってるんですけども、やはり皆さんそのパソコンの、まあ、検索トップページ、あと Yahoo トピですね、 Yahoo トピックスニュースのイメージが強いかと思うんですけども、最近はスマートフォン向けの Yahoo のサービスというのは非常に伸びていまして、知恵袋やですね、あとは Yahoo ショッピング、オークション、こういったものもありますし、新しい取り組みとして最近はYモバイルというですね、インターネットのキャリアですね、通信事業自体もですね、ソフトバンクさんと一緒に取り組んでいて、スマートフォン自体も作ることに関わっているというような、かなり事業が広がってきているのが現状であります。で、今日本ではもう7000万人ぐらいの方がインターネットをお使いなんですけども、スマートフォンからのアクセスというのが半分ぐらいになってきました。ですので4000万人ぐらいの方がお使いいただいているんですが、実はですね、これは先進国の中では非常にこの遅れているというか、まだ普及がしていないポジションにありまして、例えばシンガポールですともう9割方の方がスマートフォンをお使いいただいていると。で、アメリカでもその60何パーセントということですので、先進国の中ではスマートフォンがまだ普及が出遅れているという現状になりますと。で、それはやはりガラケーと呼ばれるフィーチャーフォンがですね、非常にまあ便利すぎたことによってですね、なかなかスマートフォンに移ってこない方というのがいるんですけども、今はヤフーは非常にですね、この使いやすいサービスというのを、まあ、パソコンでもですね、非常に人気がありますので、そのノウハウを生かしてですね、誰しもが使いやすいインターネットサービス、手頃な身近なサービスを作っていくということに注力をしていて、今ではですね、非常に多くの方にご利用いただいているというのが現状です。はい、ありがとうございます。ね、まあ、Yahoo が世の中に登場した時のことってどうでしょう？皆さんね、覚えてらっしゃいますかね？もう今では本当にもうすっかりおなじみで、どっかでこう生活の一部になっている方も多いんじゃないかなと思いますけど、現在本社はですね、ここ六本木ヒルズからも近い東京ミッドタウンにございます。あ、まだ電気ついてますね、結構ね。はい、お疲れ様です。検索エンジンからスタートして、今やスマホの本体も作ってしまうこの Yahoo です。その原動力となるのは時代の変化に合わせて、そして先を読んで開発を進める Yahoo の社員の力と、村上さんに Yahoo で働くことについてお話を伺ってみました。Yahoo は現在ですね、全社員の平均年齢でいうと34歳ぐらいなんですが、実は半分ぐらい、今全部で7000人ぐらいいるんですけども、半分ぐらいがものづくりに関わる人で、特にエンジニアに絞るとですね、もう30を切るぐらい の、 平均年齢で、非常に若いエネルギッシュな、まあ、組織ですと。で、毎年ですね、何百人もその新卒を採用しているんですけども、まあ、実力がですね、出てくればどんどん抜擢されるというのが特徴でして、で、私がですね、ヤフーで執行役員になった時が、まあ、ちょうど35でしたし、現在はですね、執行役員で一番若いのは33ですね。ですので、まあ、非常にですね、若くてもチャンスがすごくあると。で、例えば新卒で入って、まあ、2、3年してですね、実力が認められると、まあ、リーダーという10人ぐらいの規模のチームの、まあ、管理職ですね、のスタートラインに立つと。で、本部長でいうと多分100人ぐらい部下がいると思うんですけども、これも多分若いのは30歳ぐらいでその組織を任されるということですので、非常にですね、チャンスがある会社じゃないかなというふうに思います。はい、ね、平均年齢34歳って結構やっぱり若いんですね。社員数もたくさん多いし、まあ、そのエンジニアの方々ね、やっぱ自分たちが最高のパフォーマンスを発揮するための、まあ、体制っていうのがね、常に、いい環境で取られているということです。Working Hero Yahoo Day 2となる明日は、求める人材、社内で活躍している方にスポット当ててみたいと思います。どうぞお楽しみに。